関義神、関義神から1918年3月30日は、日本の武士、越前福井藩士、政治家。別名を、山本隆二郎、関隆二。号は、小雲。小蔵衣、君二刀断尺。1839年、福井藩の家老である本岳の越前府中領にて、本岳家,家臣、山本五郎の三男に生まれる。 当初名乗っていた名前は山本隆二郎であった。着難ではないため、福井本藩の家臣であった山本家の文家で育つ。藩公明道館に学び、漢字の橋本左内に認められて、文久2年に昌平坂学文所に学んだ。1866年、長崎の坂本龍馬を訪ねて、亀山社中に加盟し、後に海援隊に属した。この頃より、関隆二を名乗る。 直後に英国への渡航を行うが、長崎から出版した船が台風に遭遇して遭難し、上海を経由して長崎に帰還した。その後は京都の越前藩屋敷に出資するが、藩の中心人物らとうまくいかず、大阪などで新政府の管理として活躍していたが、これは藩の許可は得ていなかった。1868年には大阪の局で社長を務めたが、 新政府の中心人物らと福井藩の人物らとの間に圧力が生じるようになると、新政府方で活躍していた席の存在は、福井藩に疎ましく思われ始めた。身柄は、福井藩氏のままであった席は、福井藩に呼び戻されるも応じなかったため、福井藩により捕獲され、福井に強制帰還させられ、府中の兄の家に遊兵される。年の武騒動に関与したとして、 捕ばされ、藩は死刑を求刑するも、新政府はこれを認めず、後に釈放される。大阪府県藩事をはじめ、鳥取県御礼れや宮城高層院検事長、大審院検事、徳島県知事、山形県知事、貴族院直選議員などを歴任。1902年2月25日、近景官志向となる。1907年9月、日露戦争の行により、 男爵を授けられる。1918年3月、廃園のためアジャブ一本松町の邸宅において皇居。去年79、墓所は青山霊園。ありがとうございます。